はい、午後になりました。午前中ね、排水側掘りざらいやりまして、2本目のね戻り側のあぜのね修復始まりました。で11時近くなったんでね、午前中ちょっとね買い物行く予定がありまして、11時前にね上がってね、今、午後の、仕事の続きはねスタートになります。よっこいしょ。で今日はね、予報は、下り坂でね、夜はなんか雨か雪になりそうですというもののね、先ほどまで薄日が差してたんでそんなに天気は悪いような気はしないんですけどね、まあ、下り坂ではあるそうです。よいしょ。で、お昼に帰ってね、パソコン開いて、ちょっと YouTube なんか見てたんですけども、まあ悠仁さまね、秋篠宮家の悠仁さまの件についてまあちょっと出てたんですが、まあそれはね、差し置いて、ニューヨークにね行ってしまった、まあ、眞子さんだよね、小室ご夫婦のことが出てました。で、あれ司法試験が22日今日19日だからあと3日だよね。今司法試験が あるらしいです。で、そこでまあちょっと問題になってるのが、ヨーロッパとかね、イギリスって言ってたかな、イギリスかどっかのね、やっぱりそういう放送、法律をね、司る、まあ、団体からね、小室さんの問題について、質問状がね、なんかアメリカに届いたそうです。あれだけ、やっぱり飛び技やっちゃまずいよね。で、まずそもそも、なんで小室さんは、ね、法学の勉強してないのにいきなりフォーダム大学へ入学できたのっていう話だよね、それがさ不正に入学したとしたらさ、もう司法試験受けるところじゃないもんね。資格がなくなっちゃうわけだからね。だって一般の人が 見たってさ、フォーダム大学の卒業生名簿入ってたのがいつの間にかなくなっちゃったんでしょう。ほんで、フォーダム大学の方に、まあね、YouTuber の人が、問い合わせたら、まあ、個人情報なんて教えられませんって。別にさ、無事に卒業で できてたらさ、できてたよって教えてればいい話じゃんね。結局、卒業してないから教えられないんでしょ。まあ日本人的な発想で考えれば卒業してないんで教えられないから、プライベートの問題だから教えられないっていうことで逃げちゃってるわけでしょ、だって別に受かってないのを確認する、じゃね、卒業してないのを確認するっていうのはあまりないもんね。だから卒業してるかどうかが疑問だから確認してるわけじゃない。だからやっぱり卒業できてないんだよね。まあそんなことがあってね、なかなか小室さんも厳しいんじゃないかなと思うんだよね。で、まあカリフォルニアじゃなくてウィスコンシン州の方行くと、まあね、ロースクール卒業するとそれで、弁護士になれるっていう資格があるらしいんだけど、そもそも、まあ、日本でいう統一試験みたいな、LSAT って言いましたっけ、それを受けないとそのロースクールに入れないっていうことなんでね、結局フォーダム大学でもそのLSATを受けて正式に、
JD コースへ入れないから裏技を使って入ったままわけでしょ。だからそもそも違うのよね。だからウィスコンシン州へ行ったって結局はそのエルスタットっていう日本で言えば大学 入試だよね。統一試験っていうのかな、よくわかんないけど、それを受けないと、まあ、学生に なれないわけだから、学生になれないってことは卒業ありえないわけだからね。でこれだけ騒がれちゃったらさ、まあそのウィスコンシン州のなんとかっていう大学だってさ、ちょっと 身構えるよね。だってフォーダム大学だって悪い意味で有名になっちゃったわけじゃ ないですかね。その奨学金も受け取れるような優秀な学生がね。ほんでフォーダム大学卒業生の8割以上が合格する試験にその超優秀な生徒が落っこっちゃったらさ、バカ野郎、笑い話だよね。だからそもそももう小室さんが弁護士になるつもりないんじゃないのっていう気するよね。ただ、ま、眞子さんにね、弁護士になって私をニューヨークへ連れてってっていう思いがあって、たまたま眞子様にね、眞子さんに踊らされて弁護士の試験を受けてるだけでさ、それじゃあもう何十回やったって弁護士の試験なんか受かりっこないよね。だから午前中のそのぼやきでもね、言ったように東大、まあある人がその東大の入試にね失敗してちょっとつまずついちゃってるって話したんですけど、元いた会社の上司の息子さんは東大受けて合格しました。でそちらはね、本当にね、睡眠時間がもう3年生になると4時間とか5時間だったそうです。だからもうご飯食べてお風呂入ってる時間以外はほとんど勉強を1年間続けたそうです。そうでもしないと入れないんだよね。ましてね、司法試験なんて言ったらね、東大の入学試験どころじゃないからね。まあいくらね、アメリカは落とすための試験ではないらしいんで、かなりハードルはね低いらしいんですけど、それにしてもね、まあ一応司法試験だからね、あまりなめてかかれないよね。まあそんなわけで、まあ小室さんもあさってか、あさん19、20日、21、22、3日後か、3日後ね、司法試験受けるらしいんですけど、本当に受けに行くのか。で7月のね、去年の7月の司法試験はリモートでね、在宅で受けたらしいんだけど、今回はね試験場へ行くんで、まあ多分パパラッチがね、小室さんのねアパートの近くに張り込んでって追いかけるんでしょうから、何の動きもなければもう試験は受けないんだろうしね。まあまして受ける資格がなかったとしたらね、本当にね試験会場行っても入れてもらえないしね。だから仮に書類はね出していてもさ、その弁護士協会っていうの、ニューヨーク州の そういう試験をやっている団体がお前は受けちゃダメよって言われちゃったら、もうそれでアウトだもんね。あんまり疑惑山盛りはまずいよね。日本だったら忖度とかなんとかでね済んじゃうかもしんないけど、もうアメリカの社会はそういうのはね白黒をはっきりつけるらしいですからね。
まあそれが当たり前なんだよね。日本人はほら皇族方がやったんだからしゃあねえかみたいな多少甘いところもあるけどね、そういう 王室がないアメリカなんかだとそういう点はシビアだよね多分ね、ましてさこれからね弁護士の資格を取ってね 法律をやりましょうっていう人がさ嘘つきはまずいよね嘘ついて大学出たりさあの受験資格を取ったりするのはまずいでしょいくらなんでもなんかそんなことで今問題になってるみたいですけどね、どういうふうに決着つくのか知んないけど、だからもし司法試験受けないとかね、まあ今まあ、仮に受けても今回起こっちゃったりしたらもうビザが 5月、まあ長くても7月ぐらいで切れちゃうっていうことらしいよね。っていうことは小室さんのビザが切れてるってことは配偶者ビザもね一年確証だからね、まあ眞子さんだけアメリカに残って、小室さん圭さんがね、日本へ帰るってのはまずないだろうしどうするんでしょうね。だからさ結局まあ眞子さんがただ単に外国へ行きたいアメリカへ行きたいっていう願望だけでねはい、まあ、行けますってほど世の中甘くないんだよねそんなの当たり前じゃんね。ほんでね大使館に泣きを入れたっていう大使館だってどうにもなんないよね外国のビザを どうにかしてくれって日本で出してるビザだったらねまあなんとか忖度とかそういうので根回しで取れるけども相手方の方だからね日本のビザじゃないからね米国の入国ビザだからどうにもなんないよね。だからまあ考えが甘いっちゃ甘いんだよね。で両親だってさそんないくらね 法律で本人同士の同意で、結婚は認められてますって言ったってさあんな疑惑山盛りんところで出すか普通はだって自分の娘がさ例えば彼氏連れてきました、まあ一見ねなんか青年だよね外見はね、でもまあどんな家だってさじゃあ小室さんちってどういうような家だろうって普通ね考えるよね。まあ本人同士が良ければいいんだけど、でもまあ単純にそういうわけにいかないもんね。でまして皇族じゃない一般の人じゃないんだからさ多少は調べろよってね。でも当然皇族方とそういう付き合いがあればねその相手方も身辺警護が入るみたいだからその SP やってる、まあ、警察なんかなんか知らないけど組織は知らないんだけどやっぱり調べたみたいだよねでその結果が問題ありでそれも報告したんだけど握りつぶされちゃったみたいな。だから怒るべきして怒ったんだよね。皇族方が騙されたとかっていうんじゃなくてそもそも分かってて嫁に出しちゃうんだからすごい親だよね、普通娘の幸せって願うでしょうね。でましてさアメリカ行くのにさアメリカで就職先も決まってないんだよそんなところに普通嫁に出すかだから結局もう結婚したのだってね司法試験の合格発表の前でしょっていうことはもう落ちるの分かってたわけだよね本人たちは。でも落ちちゃったらまた結婚延期になっちゃうもんねそりゃそうだよねだって収入がないんだもんアメリカ行ったってしゃあねえもんねそれをまあ隠してね無理やり結婚しちゃってアメリカ行っちゃったとんでもないよね、
だからまあ外務省とか、まあ、宮内庁は えらい迷惑だよね、あの二人のわがままで、ね、本当に、まあ、これから先どうなるのか分かんないけど、ね、じゃなくてもコロナで収入が減って、ね、まあ、一般の国民は、ね、あえてんのにさ、片やロイヤルニートで収入もないのに何十万もするアパートに税金使って住まわせてもらってるってバカ野郎だよね。だからもう本当に内閣総理大臣が安政厚生介入しないと、結局は宮内庁にしてもね、外務省にしても単なる一 お役所だからね、政府機関だからね、それは法律にのっとって粛々とやるしかないよね。だからそれを止められるのは今のところ岸田総理しかいないみたいだよね。だって もしそのまあ国会議員も誰も騒がないけど、騒いだらえらいことになっちゃうよね。だから そこはなんか暗黙の了解っていうか、なんか裏取引みたいのがあんのかな。まあ政治には関係ないからね、まあ秋篠の宮家でいくらお金かかろうとそれ政治には関係ないんだけど、政府はもうね、知らんぷり言ってるわけにはいかないでしょうね、国民感情から考えたら。まあどうなるか、まあだから一部の話ではね、司法試験に落ちればもうそのままアメリカに居続けることはできないんで、まあカナダとかメキシコあたりに行くんじゃないかって話だけど、まあメキシコはね治安が悪いんで、まあカナダへ行く方が確率的に高いのかなと、いう話みたいだけどね。まあいずれにしても、まあまあ詳しい事情わかんないけど、眞子さんのわがままだよな。しかもね、皇族が日本を離れちゃうなんてさ、ありえないよね、一般の国民の家庭じゃないんだからさ。うんね、だから逆に言えばあの妹の加古さんなんか結婚しにくくなっちゃうんじゃないの。だからもう下手するとあれだよね、本当に結婚反対あのデモってのがあったけど、まあ今回はね、やはり眞子さんの時もあったけど、まあ皆さん穏やかに やってたけど、これ2回も繰り返したらさ、もう秋篠宮家いらないよって話になっちゃうよね。まあそんなわけで、まあ、ちょっとね、先ほど家に帰ったら YouTube の動画でね、そんなのが載ってましたんで、ちょっと親父のぼやきです。まあただやっぱりね、自分はあの皇室がいらないよとかね、そういう思想は持ってませんのでね、まあ正常なあるべき姿に戻ってくれたらいいのかなと思います。ということでね、親父のぼやきというか独り言の動画でした。お付き合いありがとうございました。はい、長編側ね、戻ってきました。今ね、用水路側にたどり着きました。で、今日はもうね、これで終わりにします。で、明日は、短編側ですね、用水路側の短編側をやりたいと思います。で、来たついでなんでね、掘りざらいもやりたいんですが、今ちょっと用水路側とね、大排水もそうなんですが、ちょっと水が溜まっててやれません。ですから掘りざらいの方は飛ばしてね、この短編側、用水路、短編側の用水路側ですね、終わりましたら田んぼの方は移動したいと思います。お付き合いありがとうございました。